Yeah.
Thank you.
ケリー、はい、前哨戦で栗白からまさかの直接フォールを奪われて決壊したスター会場か。いやまあ今日やって、うん、明日なんですけど、ね、もう気持ちで行くしかないなと思うんですけど、今回今日やって分かったのは、結構割と私の技が熟知されてたというか、結構割とかわされたりとか、することが多かったので、ちょっとその技を出すタイミングだったりとか、一つでも誤ると持ってかれるなっていうのは印象的にあったので、しっかりもっと冷静にやって、まあ、もう明日なんで、まあ、焦ってる暇もないので、まあ、もうとりあえず今日の、まあ、試合を、教訓じゃないですけど、しっかりまた福岡移動するときにでもゆっくり考えて、明日しっかり取れるように、明日も絶対負けられないんで、はい、やんなきゃいけないなと思いました。夏の後楽園の挑戦表明の点からこう舐めてくるっていうのに気を取られるというか、警戒しちゃうような部分で前半戦ちょっとペースが狂うのかなっていうのはありましたね。もうやっぱりイレギュラーというか、もうね、舐めるっていうのがもう初めてなので、それは舐められるっていう試合でね、まあ、そういうのって本当にすごくなんだろう、まあ違う意味で強さというか、なんか気持ち持ってかれるので、結構その部分でね、でも明日はね、本当にそこで持ってかれると、まあ、明日シングルだし、まあ、私が持ってかれたらもうそのまま持ってかれて終わりになっちゃうので、まあ、そこもしっかり気持ち作っていきたいなと思います。やっぱもう独特なのでリズムもね、だからちょっとね、やっぱ、まあ2戦目ですね、で明日で3戦目でシングルタイトルなので、まあでも私もプリシラのリズム分かってきたので、まあ、今日は負けてしまいましたけど、明日は確実に勝てるように、まあ、その勝つ自信っていうのは全く消えてないので、まあ、しっかりシングルで返したいなと思います。じゃあ王者から直接フォローを奪いましたが、明日への手応え、Today you pin champion, so how do you feelTomorrow's match, have you seen? I feel like if I could pin Miyu today, I could easily pin her tomorrow. I think she needs to stop underestimating me and start realizing she's got quite the competition on her hands. もう山下選手の動きとか実力みたいなのを見切ってますか？ Only several times you fight against champion, you can all understand how to she come, and you have already strategy. Yeah, the few matches that I've had with Miyu within, you know, the last week, I've learned what she does. I've learned her strengths. I've learned her weaknesses. And I think her biggest advantage is speed. She's very fast. But being in the ring with her a couple times prior to this title match is only going to prepare me and make me mentally stronger. まあもうすでに来週も試合したことで、彼女がどういうふうなことをしてくるかっていうのはもう学んで、で、まあすごいスピードもあるっていうのはあるけども。頭の中でイメージする限り、私の方が強い、ストロンガーだなって確信しています。